令和三年七月二十二日二十一時の天気図。出典 https コロンスラッシュスラッシュ www.jma.go.jp スラッシュ bosai スラッシュウェザーマップ。平成三十一年一月十二日六時の天気図。出典。 https://www.jma.go.jp/.bosai/.weathermap。天気図とは、様々な規模の気象現象を把握するために、地図上に、天気、気圧、等圧面における、高度、気温、湿数、渦旅びなどの値を、統治線その他の形で記入した図のことである。1820年に、 ブランデスが観測データを郵送を等で集めて発表した天気図が世界初とされる。毎日、世界時0時と12時、加えてその間の3時間ごとに、世界中の地上気象観測地点数千カ所で気象観測データをまとめて送信する。また、海上の船舶、上空の観測気球などからもデータが集められる。各地域の気象機関は、 そのうち必要なデータを使用して、天気図を作成し、現在の気象の解析や、今後の気象の予報に利用する。データの解析にコンピュータを使用することはあるが、天気図の作成には熟練した技術も必要であり、手書きに頼る部分もまだ残されている。主要地点の気象観測データは、ファクシミリや無線などでも配信されており、気象関係者以外でも入手することができるため、 天気図作成の知識があれば、誰でも天気図を作成することができる。一般に用いられる天気図は地上天気図であり、等圧線の形で気圧が記入されている他に、前線や天気記号、低気圧や台風などの大気上欄の位置がプロットされている。天気図は地上天気図の他に、高層天気図がある。また、現在の気象の状態を表す。 実況天気図に対して近い将来の気象の状態を表す予想天気図も使われている。一般的に天気図といえば地上天気図のことを指す。また地上天気図や高層天気図などにおいては世界的には世界気象機関が統一基準を定めた国際式天気図が用いられている。日本では地上天気図に限り一般向けにより簡易で わかりやすい日本式天気図も用いられている。天気図では気象衛星画像との比較をしやすくしたり、風光などが図上に正しく記入できるよう、井戸ごとに異なる図法を使用している。中井度の天気図においては、ランベルト昇格塩水図法が最もよく使用される。地上天気図、アメリカ合衆国本土とその周辺。 自動作成複数の図を組み合わせたものも多用される。この他にも気象機関によって様々な種類の天気図が作成されている。この他天気図と気象衛星の画像を重ね合わせて気圧配置と雲の分布をわかりやすく表現することもありテレビの気象情報や新聞の天気欄などでよく見られる。一部文献には2月16日を 天気図記念日とするものがあるが、これは気象庁が定めたものではない。1883年2月16日に東京気象台が試験的に手書きの天気図を作り始めたことをもって記念日としたもののように思われる。印刷して正式に発行し始めたのは同年3月1日からである。ありがとうございます。